はい、じゃあ早速行きましょうかね。全然手の込んだとかいう、なんだ、カレーじゃないからね、普通のカレーなんですけど。で、1個目が、あ、ケーシー。待って、これさ、包丁の切れ味がだいぶ下がった。聞こえんのかな、声。まあ、編集でなんとかするか。1個目がですね、ちょっと今、携帯が見えない。多分高校生なんですけど、将来ね、なりたい職業がなんかちょっと見えてきたらしいんですよ。でそしたら、いろいろ調べるじゃないですか。その職業どんなのかなとか、資格いるのかなとかあるじゃん。で、調べたったら、こう、結構ね、この離職率が高いとかさ、給料が安いとか、その重労働だみたいなのを見ちゃって、ちょっと待って。あー、目がちょっと痛くなって、できたよ。待って、換気扇だと音あれか、うるさいか、やめようか。そうで、その職業を目指すのやめた方がいいですかねみたいなのね。これね、実は結構多くって、このタイプ、その将来の夢が決まって調べてみたら、今調べられるからさ、ネットで。そうしたらなんか結構ブラックな感じなんですけどとかさ。で、まあ、職業にもよると思うんですよ。自分なんてさ、だって営業マンと塾講師しかやったことないわけだし、学校の先生も、まあ、事情はさ、なんとなくちょっとわかるけど、そう、だからあんま大したことを名がいて言えないんですけど、例えばね、ネット情報に書く人、その職業の、もちろんいいこともあるんだけど、大体がさ、愚痴を書くっていうか、悪いことを書く人のがやっぱり多いと思ってるんよ、自分は。だから、例えば本とかね、本当に職業紹介の本とかだったらまだわかんないけど、そうじゃないんだったら、まずそれが本当正しい情報なのかどうかも怪しくないっていうところから始まると思うのね。で、だからその、本当その情報信じていいのっていうところはやっぱり思わなきゃいけないし、さ、なんかちょっとさ、丁寧に作ってますねみたいな絵を撮りたいんだけど、俺大型ですげえ大雑把だからバッてなるから許して終わった時にちゃんと綺麗になってればいいんじゃねって思ってるから、そこは許してね。でさ、そうそう、あともう一個は、基本的に仕事って大変だよ、全部。どんな仕事でもさ、やっぱりいいことだけじゃないから、そう、大変な面がたくさんあって、その輝いてる場所、まあ、例えば芸能人を例えに出すとさ、そう、まあ、キラキラしてる歌手の人とかをさ見た時にキラキラしてるわけじゃんか。でもそのキラキラしてる裏にはたくさん打ち合わせしたりとか、たくさん練習したりとかっていうのがあるわけよ、そう、見えないところがね。で、仕事もそうで、みんながさ、例えばこの職業なりたいっていうのはさ、テレビとかわかんないけど、なんか見た時にいいな、そういうのっていう、そのいい場面を見てるわけじゃん。でもやっぱりそこに行くまでにはいろんな大変さがあって、でその大変なことを乗り越えた先にあると思ってるのね。だから、そう、その大変な面だけとか辛いっていうところをだけをこう、まあ、注目しちゃって判断するのはちょっともったいないかなとは思う。まあ、給与面はね、まあ、なんとも言えないじゃん、そこは。だってさ、塾講師っつってもさ、塾講師ってみんな多分ね、結構儲かるイメージがあると思うんですよ。で、これね、ピンキリで、本当に会社による。だって、俺が働いてた塾なんてさ、周りの塾講師の知り合いから聞いてたらびっくりしたもん。え、俺こんなに安いんだけど、みたいな。ってぐらいに安かった。まあ、わかんないけどね。でもまあ、俺がそう比べることができる情報を、他の企業のね、あと他の塾のさ、方とかを聞いてると、やっぱ、マジでそんなもらえんのみたいな、そうそうってのはあったけど、だからその業界によってもさ、やっぱりいろいろピンキリ企業によってねっていうところあると思うので、そう、まあ、ネット情報だけでこう一喜一憂して夢をやめようかなとかっていうのはちょっともったいないかなと思います。それでは次ですね、次はね、時サポについて。時サポってみんな知ってます？解き方サポートっていう、だけじゃ解きサポっていうのをね、夏休み前ぐらいにちょっと始めたんですよ。でもね、全く更新してなくて、もう今、短いサブチャンで始めたんですけどね。そう、やってないですかって、たまに聞かれるんですけど、いや、
やろうっていうね気持ちはある。あ、なん、トキサポ何かっていうと、その相談メール以外にもね、この問題教えてくださいっていうのはやっぱちょこちょこいただくわけですよ。で、ちょっと待ってね。まずちょっと玉ねぎをね、あの茶色に、茶色にっていうか、あの茶色にしちゃいますね。甘みが出るんで。そうで言われるんですけど、こう思ったんですよ。この問題教えてくださいって、まあ、今でもいただくんですけど、もし自分、まあ、自分だったらでもそうだね、教えてくださいってさ言った時に教えてほしくない？そこで解決したいじゃないですか。だから、あ、そう、うちはね野菜がねめっちゃちっちゃいんですよ。そう、あの子供が食べるんでね、ちっちゃく切っちゃきます。ちょっと待ってね、一回ね玉ねぎを強火でちょっと待って、あの少し焦げ目がつくぐらいに一気に火を通しちゃいます。そうでね、でもさ、自分がもし時サポ取った場合っていただいて、で確認して取って若干まあ編集入れてアップなんですよ。だから早くても翌日なのね。そうってなるとさ、まあなんかニーズとして違くなるじゃん今教えてほしいのに。生放送でさ教えてるならまだしもね。そうってなって、でそのだ、そう思ってたとこのダメ出しだったのが、そういったのをもらったんですよ。一回ね、あの時サポ取れなかったんで、次の日だっけな、2日後だっけな、忘れちゃったけどに手書きでその問題解いて送ったの、返信書いたら、あ、ありがとうございます、でももう解決したので大丈夫ですっていうのを言われた時に、あ、やっぱそうだなって思って一気に時サポのモチベーションが下がってしまい自分のせいなんだけどね。そうだからね、やりたいなと思ってるけどちょっと違う形かな、今模索中ですね。そこはさっき茶色って違和感あったんですけど、きつね色ですね、正しくは。でね、ちょっとこう色味つけて水入れるんですよ、こうやって。これはあのね、ずるい方法な、おお、ずるいんですけど、こうするとね、一気にね、茶色が、茶色味が、茶色じゃないよ、きつね色がね、映るんです。もう画面映ってないけど。では次ですね、よいしょ、次はね、この子多分中3の子だよね、確かね。あのね、結構ツイッターで絡んでくれる子なんですけど、よいしょ、結構高めのところを目指しててね、レベルが高いと、高校を。で、夏休み、基礎は結構できてるから、夏休みこう、応用問題、応用力中心にね、やってきたんですけど、夏休み終わってもそれでいいんですかみたいな、そう、どう勉強したらいいですかみたいな質問だったんですけど、これですね、まあ基本的に応用でいいんじゃないかなと。過去問とか始めてもいいかもしれないですけどね。確かでも塾行ってなかったんで、先の勉強が終わってないかもしれないですけど、でもね、基本的に応用でいい。で、あの大事なのは、まあ、中学3年間って言っても単元はそれ結構あるじゃないですか、もう5教科回せればね。でその時に、おお、あれですね、ちょっと待って、しゃべると切るがね両方一気にできないっていう、あの なんだっけあのなんだっけじゃないや、こうちょっと待って、あのどこまで喋ったか忘れちゃった。まあいいか。まあ言いたかったのは、基礎ってなんか思わぬところでね、ふっと抜けてたりする時があるんですよ。でそれを先に気づければさいいじゃないですか。でも後になっちゃうと、例えば受験本番の時に気づいたかったらもうさ後の祭りになっちゃうんで、基本的にできる問題の確認って時間かかんないんですよ。まあ当然ちょっとこうレベルが上がる量っていうところにしてもちょっと低くなっちゃいますけど、だけどその確認は必要なんで、まあどの科目でも構わないんですけど、基礎が抜けてないかなっていうか、この単元今できるかなみたいなのをちょこっと応用やりながら確認していって、そのなんか思わぬ穴が抜け、なんか開いてないかなみたいな、抜けてないかなっていう確認はしてった方がいいです。で次に、なんだっけ、本当の友達って何ですか、難しいね友達の定義なんてさ、なんか人によって違うんだろうなと思うんだよね、いろんな人に話聞くとね。多分俺が思う友達の定義とさ、見てくれてるみんなの定義はやっぱちゃうだろうし、とは思うから、こう一概にこれだよとは言えないですけど、なんか頼まれた時に断れるとかもそうだけどさ、別に嫌なことをちゃんと言えるっていう、
例えばさ、その、まあ、友達っていうかそのいるじゃん、みんなにとって。その人がさ、なんか絶対違うとか間違ったことをした時に、それ間違ってねって言えるかどうかとか、じゃあ謝んなきゃいけないことがあった時にちゃんと謝んなよって言えるかどうかとかって大事じゃない？これなかなかいないと思うんだけど、でもね、やっぱ友達っていうか大事なやつだったらそれはやっぱ促さなきゃいけない、正しい道にというかさ、うーんと思ってて、なんだろう、だからやっぱ友達が俺が少ねえんだろうけどさ、それはね、友達少ない俺が言ってもすごい説得力ないんだけど、でもそれは思うんだよね。お前のことし、お前のいつもお前の味方だからみたいな。いや別にね、それいいんだよ、そのなんかさ、落ち込んでる時とかに言ってやるんだったらいいんだけどさ、いや明らかにお前そっちが間違ってんのに味方しちゃうんかーいみたいなのとかもあるじゃん。でこの子女子で、女子校だったかな確か。そうだよね。でまあ俺男子校でさ、多分人よりもこう女子と話すのがね、まあ、得意ではないっていうか、その経験値が低いから、ちょ女子に関してはちょっといまいちわからないところもあるんですけど、ただ自分の生徒とかの話は聞くわけじゃん、実際に。今も女子高生と、まあ、接点はあるので、普通にあのリアルの仕事でねあるから、まあ、話を聞くとやっぱ上辺、まあ、上辺というかさ、そうそうそう、なんかこう表で話してる姿と裏が違うみたいのあるわけよ。ちょっと一回ちょっと玉ねぎ出していいですか。あんま分かんないけどね、まあ、こんな感じでちょっとねきつね色にしとく。でこれの甘みが出るんですよ。でこれをやるやらないはね、個人的にカレーだいぶ違うなと思ってるんで、で次、よいしょ、人参とかと、ね、炒めていきましょう。で次ナスですね。でまあ相談にちょっと戻るとね、この子はさ、なんかそういうのをすごい気にしてて、上辺のはどうなのかなみたいな。そうでもそんなことを、まあ、言っちゃってる自分がこういう風に言っちゃってるから、友達が、まあ、こんな自分にはなんか、なんだろう、本当の友達がはやっぱできないんですかねみたいなことを言ってたんだけど、多分ねそういうことに気づけてる人だからそのうちできるよと思うんだよね。まあ、その子が思う本当の友達かどうかは分からないけどさ、たださ、例えば友達と話してますと、ね、その時に人の心、相手の心なんてさ絶対分かんないじゃん。だって言ってしまえばさ、自分の心だってさ正確に把握しきれないのに、なかなか相手の心なんて分かるわけないと。でじゃあ相手がもしかしたら今すごいニコニコ喋ってるんだけど、実は自分のことすごい嫌ってて、本当は私となんかいたくないんじゃないかなとかって思うこともあると思うんですけど、そんなんさ考えても分かんないじゃん。だから俺がね思ってるのは、普段自分がまあその相手の子、相手の人を信じたい、まあ、友達と思いたいっていう発想はあんまりいかないけど、信じたいかどうかみたいなところで思った時に、信じたいって思うんだったら信じればいいと思うんだよ。別に相手がどう思ってるかなっていうのはどんなに考えたってわからないんで、自分はどうなのっていう、相手がどうなのじゃなくて自分はっていうね、そうって考えた時に、もしかしたら自分はね、その相手のことを好きって、友達としてね好きだし仲良くなりたいなと思ってるんだけど、向こうは思ってないかもしんないだかもしれないけど、でも自分がその子と仲良くなりたいなっていう気持ちがあるんだったら一緒にいればいいし、いたいと思ってるわけだからさ。そうで後々その嫌な方にね、実は、自分のことを好いてなくって嫌がってるらしいよみたいなのがなっちゃったら、あー自分見る目なかったなっていう風に反省すればいいから、そういう風のが発覚するまで別にいいやみたいな、だって考えてもさ分かんねえんだもんみたいな風に俺は思ってる今でも。まあ学校と違くてさ、もう自分は誰かとこう接点を持つってことがなかなかないので、みんなみたいに、ちょっと待ってね、こうちょっと分からない、そういう風にたくさんの人とこう接点を持って、どうなのかな、腹の内はどうなのかなっていう、その探り合いをすることはないから、まあ、そういう風に思うのかもしれないけど、
信じたいんだったら信じるよ俺は、そう相手を。そうで、まあ裏切られたわけじゃないけどさ、相手が自分のこと嫌いだったってことが発覚したら、ああ自分見る目なかったわって気づけなかった、次行こうっていう感じ。まあそんなすぐには割り切れないよ、もちろんショックだから。うん、でも別に時間が解決するそれはと思ってるよ。自分今さ、こう作りながら、まあ、編集入れりゃいいやと思って喋ったり喋んなかったりしてるんですけどね、もうビデオが28分経ってるんです。これ恐ろしく長い動画になりそうなんで、次最後にしようと思うんですけど、あの作り終わるまで多分いかないかもしれないけどね。あとだって炒めて、あとひき肉をこの後入れて玉ねぎ戻して、あとは普通にもう水がまあ煮込んでルー入れて終了だけなんで、あとは特別なもの入れないんだよ自分。そうそう、まあ変わってるって言ったらひき肉使うとないかな多分きっと。そう、一番ね、ひき肉なんですよね、牛とかじゃなくて。まあ、子供が食べやすいっていうのが一番メインなんですけど。で、最後はですね、これよく聞かれるのが、ハイチは、まあ、ハイチさんは、こう、学生の時どんなことに悩んでたんですかとか、どんな学生生活、まあ、学生だったんですかみたいなのを聞かれるんですよね。俺、結構動画で喋ってるつもりなんですけど、なんか聞いたら、その、自分の、ことだけを話す動画っていうのはなくって、そのいろんな動画でちょこちょこは喋ってるんだけどみたいな。そうそうそう、そうだからなんか言われるんですよね。で、まあ一番勘違いされやすいのは、そのすげえ勉強ができたみたいなのは、まあもう明らかに勘違いで、だってまず中学の時とかさ、普通に通知表で2位取ってたし、3年間で2回2位取ったしね。まあ副教科だけどさ、体育と美術だったけど、それはでも通知表で5は別にそんな、5は1個あるかないかぐらいだったしね。待って、なんで開けた？あ、ひき肉取ろうと。そうだよ。で、行った高校は、男子校なんだけど、当時偏差値、その、俺が受ける前の年まではずっと定員割れしてて、そこ。で、なぜか俺の年から、1点ちょっとあったんだよね、 1. 点何倍かと割れなくって。でも偏差値当時は54ぐらいかなの高校に行きました。はい、前期、あの群馬当時前期後期あって、で前期落ちて後期で受かったんですけど、で高校入ってからはまあもともとなんだっけ、あの音楽関係、あのライブのスタッフとかやりたかったんですよ。音響さんとか、あの照明さんとか、そういうのやりたくって、専門学校行こうと思ってたから、もう通知表だけで行けるの分かってたからさ、学校のテストはめっちゃやってたの、超良かった。俺通知表の平均表ですごいいいから、そう、それは唯一の自慢なんだけど高校の。でもその後復習しないから全部抜けてって、で、高3になる前、高2の冬ぐらいにまあいろいろあってさ、教員になりたいなと思って、で自分ちょっと家のね、お金の関係で、なんだ、私立が無理だったんだよ。家から通える国公立なら進学させてあげるよっていうのが親からの条件だったから。で、選択肢が当時軍大か、西大か、筑波か、学芸の4択になってて、で、なんか当時筑波にね、なんか指定校推薦とか学校推薦枠があったの、うちの高校。学校がもうその学校がその指定した一人だけを受けることができるっていうのがあって、で俺通知表が本当に良かったから、それをくれたの、先生が話をくれて。筑波あるけど、で結構それも合格率がめっちゃ高いやつだったから、もう多分取れあともらえば筑波行けるよみたいな感じだったんだけど、筑波の学校説明会行った時に学長の話が俺すごいイラッとしてしまって、当時あ絶対こんなとこで勉強したくないみたいな、この変な尖ったねやつが出ちゃって蹴ったの、その話を。そうで蹴って、で、でも軍大どうしても行きたくなくって、じゃ最大か学芸かってなったんだけど、と両方とも行きたい数学に、推薦枠がなくて、そうで、まあいろいろ考えて学芸しようって言って受けたんだけど、前期落ちたし、でなんとか後期最後の最後で引っかかったみたいな感じでしたね、まあ、流れとしてはね。でまあ、どんなこと悩んでましたかとかたまに聞かれるんだけど、みんなと変わんないよ。みんながくれるような悩みを抱えてきたし、友達関係、まあね、中学の時はいじめ受けてたからさ、友達関係もちょっと焦げたなおいあったし、ちょっと憎いだよね。同じだよ、同じ人間だもん。別に俺すげえなんか
突筆した人間とかじゃないから、まあ、見ててわかると思うんだけど、それはそう。だからさ、ほんとみんなと同じように悩んできて、同じように葛藤してみたいな感じで、ここまで、ここまでっていうか、まあね、過ごしてきた感じです。ちょっとだけ塩コショウ振ります。ちょっとだけ、ね、集中力がないから全然集中できなくて悩んだりとか、いくら勉強しても勉強しても伸びなくって、伸びないっていうか伸びてる気もしないし、できるようになっても、特に大学受験の時なんてさ、偏差値20ぐらい上げなきゃいけなかったんですよ。で、塾には行かなかったから、呼び込み行かなかったんで、そう、なんかやってもやっても伸びてる気はしないし、上がってもなんか中途半端に2とか3上がるんだけどさ、その次にはまた落ちてさ、また E 判定戻ってるしみたいな、あーやっても意味ないんじゃねえかおいマジでみたいなことはたくさん思ってたけど、悩みやすいんだよね、まあ、メンタルが多分弱いんだよね、すごく。でもまあそういうことがあったけど、まあ一個だけ今でも昔も変わらないのは、負けず嫌いだし諦めるのだけは嫌だったの。やることやってから終わりたかった。その結果が出なかったとしても、やることはやってやりきったなとは思いたいなとは思ってたから、ちょっと玉ねぎ戻すね。そう、まあそれがあってね、なんとかまあこんないろいろあったけどさ、まあ今はこうやって YouTube やってね、いろんな学生の子とか、まあね、教育関係の人とか、普通にねじゃなくても社会人の方、いろんな企業の方とかとお話ししてもらう機会もあったりして、本当にみんなに支えられてこうやってやってこれてるから本当感謝でしかないし、でもね、こうやって教育、まあ教育タイプ、教育 YouTuber の中では一応なんか日本では一番って言ってくれるけど、実はすごいなんかコンプレックスとか悩みはあるわけよ。それまでいつか話すわ、そしたらニーズがあれば。いやあるよ、めちゃくちゃ多分。 そこのコンプレックスは強い、結構。うん、でもじゃあコンプレックスを抱えてなんか自分なんてってなってたらさ、ダメじゃんやっぱりね。こんな自分では思ってないけど、まああえて使うとさ、こんな自分でも授業を必要としてくれる人、役に立った、成績上がった、ありがとうございます、受かりましたって言ってくれる人がいるわけだし、自分には自分でできることがあるね。もちろん周りにできて自分にできないこともたくさんあるわけよ。そう、でもそれはさ違うじゃん、そんな気にしてもしゃあないなっていう感じでございます。はい、まあひとまずちょっとこのままいくとね、ほんとえらい長い動画になっちゃうんで、この辺でまあ一応終わりたいと思います。はい、まあちょっと完成したやつはちょっとなんか最後パッて出すわまあまたね、ちゃんとした、料理動画もいつか時間見つけて撮ったりしようと思いますんで、よかったらまたそちらもね見てみてください。ではまた次回の動画で会いましょう。それじゃまたね、バイバイ。